ップ塗りたい、リップリップ。皆さん、花だれ東京公演ありがとうございました。無事あの怪我なく2公演乗り越え、怪我しそうだったけど足がプラプラすぎて乗り越えました。感謝。ありがとう。なんかリネタにいいねされた。終わったぜ。花だれ東京やばかった、足がやばかったです。ありがとうございました。三つ編みちゃんどうでしたか。今日配信もあったんでしょ、夜。ありがとうございました。アンケート送りました。あ、そうそう、なんか公演のアンケート、なんかツイッターで公演のアンケート出してるけどさ、あんなさ誰でも書けるやつさ、マジデータとしてさなんか意味ないよね。そう、でもだからといって書かなくていいですとか言ったら、まあ、自分に損じゃないですか、ファンの人にとっても。書いてって思って書いてください。ぜひ見た方、来た方。でもあんな誰でも、例えば STU のことめっちゃ嫌いな人がさ、今日の公演は最悪だった、最低だったって100赤ぐらい作って書いたらさ、それが評価になるわけって思っちゃって、なんか Twitter に載せるんじゃなくて公演のチケット買った人のメールに送れよとは思ったけどそう、まあ、ぜひあの良識ある皆さん書いてください。自分が SKE のオタクをしてるときはメールに来てたから、ちょっとツイッターに載っててびっくりした。よいしょ、あつー、アベマで4万人見てたんだ、すごい。今日公園三つ編みさん可愛かったです、嬉しい。だるまありがとう。初めての花だれ公園だった、おー嬉しい。そう今日ね結構初めての方、わわわわごめんなさい、いらっしゃったみたいで、よっ、光が、
間なんかやばい、やりきれた。でもちょっとフラフラだぜ。頑張った。最終的に5万人いってた。配信のあるなしはあんなに違うのか。おもろい。確かに今日昼と夜両方来た人、配信ない時のうちらの MC のぶっちゃけっぷりやばいよね。配信やったらめっちゃみんないい子でしょ。開け足取られるのが嫌だからみんないい子にしてんだよ。そう、配信なかったらもう好き放題だからね。合言葉は大丈夫、配信ないからっていう。確かに今日はそのおもろさあったな。 DMM すらない花垂れって初めてだった。ゆる公園しか見てない。また見に来て、いつでも。また東京あるよ。シルバーギフトありがとう。こんばんは。めっちゃだるまくれと、ありがとうございます。よいしょ。みんな頑張ったね。ほんと偉すぎるで。楽しかったですね。私も楽しかった。フラフラ。明日は横割り。よしもんベア、ありがとう。 HMV 見に行った。あ、ありがとうございます。サイン見に行った HMV の。確かにツイートしてくれてる人何人かいたな。
明日はアットジャムエキスポ2024に出演します。時間はね、これ3時5分から STU、 3時5分から3時35分から STU ステージ、4時10分から5時10分長トークステージ、トークステージの台本が来てた。トークの方が長い。それな。トークの方が長い。トークショーに出るんです。なんか他のアイドルの皆さんと一緒に。10月11月の都内の花台も見に行きます。お、嬉しい。11月はまだメンバー決定してないけど、10月の5日、10月5日は福田あかり出演させていただきます。トークは個人出演？そうです。初のアットジャム行きます。お、嬉しい。お話し会の決済明日までですよ。ありがとう、リマインド。だけん結構ね、10月の頭ずっと東京おるね。ずっとっていうか、まあ帰ると思うけど、10月2日がかすみ草とステラさんのライブで、10月5日が花だれ東京で、10月9日が福フェス番外編となっておりますので、ちょっとまとまってほしいな。1日やって2日空いて、1日やって3日空いて、1日来るみたいな。うわー、新幹線やだ。ちょっと皆さんのパワーでなんとか東京と広島あと1時間ぐらいでいいんで、近くなんないですかね。クフェス番外編の2番目は2期生なので、そう。でもね、ちょっと追加するかも、メンバー諸事情により。そう、もしかしたら増えるかもしれないです。ちょっと10人っていう、10人で歌うっていうシステムがないの、うちに。うちに10人の資料、10人で歌うなんかものがないのよ、フォーマットが。だからちょっと増やすかもしれない。6人か7人か16人じゃないとフォーメーションがないんだよね。2、3曲ならいいんだけど、また40分あるからさ。だからもしかしたらもうちょっと、まあ、2期じゃない、2期は他、2期の他の子は出れなかったのよ、ちょっとお忙しくてね。だから2期以外から出てもらうかもしれない。アラップ優勝、ありがとう、優勝。
こいつけ。 I love you I love you 嬉しい。まあまあ減るわけじゃないからね。ナンバの10人フォーメーション真似したら NMP の曲しかできないじゃん。まあまあ STU の曲で頑張っていきます。痩せた？本当？痩せた？痩せたって言われる。でも最近痩せたって言われます。痩せたかな。福フェス、ま、福フェス周辺であのやつれたかも。とりあえず明日まで乗り越えたらちょっと福フェスが大変すぎてやつれて明日まで乗り越えたらちょっと太ると思います。ウケる。ふんふん、ゲームベア、 Thank you、 ありがとう。そう、なんかめっちゃ精神力と体力を福フェスで使ってる反面、なんかいろんな緊張とかプレッシャーとか不安な気持ちとかで、ちょっとレインボーはそんな投げないで、ちょっとこら LQ ニューさん、こらこらこら、ダメ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 、ストップ、ダメ、イベント中に使って、ダメ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 、イベントもいつか出るまで福倒しでいて、その時に使ってもったいないよ、ありがとう投げてくれて。コラって言っちゃったよ。コラ。ショールームムズ。知ってるよ。今日勢いでかあのショールームで一気に10冊頼んだ写真集が届いたんでしょ。だから来てくれたんでしょ。知ってる。そうだろうなって思ってる。でもレインボースターは取っといてください。ありがとう。ギフト投げて怒られるのいいな。人生初公演すごく楽しかったです。嬉しい。よかった。新潟来れない。あ、新潟の日ね。そう、ちょっと別のことがあるので、すいません、ちょっとコラとか言ったから傷ついてないか心配、ごめんなさい。 LQ ニューさん、レインボースターをあのタワー 2,3 本分ありがとうございます。ごめんなさい、ありがとうございます。じゃあビスのイベントが終わったばっかだから自殺言います、ありがとうございます。まあ、しばらくイベントはないと思うけどね。ビスのやつはさすがにあの福フェスと被りすぎて出なかった。お知らせ来てたけどもうスルーしてた。もう写真集もあるし、公演楽しかった、ありがとう。今日はめっちゃなんか豪華だったですね。お昼公演は速攻元気が配られて、私ももらったよ速攻元気。冷やしとこ、どこやったか、あ、冷やしたかな、もうちょっと見当たらない。速攻元気っていうあの栄養ゼリー、栄養ゼリーをもらえて、全員お客さんもメンバーもで、夜はカルビーの
ポテトチップスがもらえた。もらえた？あ、もらえました？あ、ほんと？そう。コンソメパンチ、そう。コンソメパンチ。あっちじゃないよ、こっちじゃないよ、コンソメパンチ。だるまありがとう。カルビーのコッポテトチップスの、コンソメパンチが45周年なんだって。記念日なんだって。そう。なんで急にカルビーと絡んだのかは分からんけど、美味しかったからいいんじゃねえかな。うちらもなんでなんでってなってたけど、めちゃめちゃポテチもらえたから、まあいいんじゃない、それで。ラッキー。 CM ではないんですよね。シルバーダルマありがとう。シルダル、なんか、ま、PR ってなくてタイアップでもなく、なんか、うん、コラボみたいな感じでくれました。コンソメパンチ味がね、一番好きかもしれない。薄塩とかさ、まあ、なんだっけ、のりとかさいろいろあるけど、結構コンソメパンチ派だったんで、自分は嬉しかったです。コンソメパンチでそこまで、ここまで育ちました。だいぶ攻めるね。でもノアピ食べたことないって言っとったよ。そんな子いるの？日本で普通に暮らしててさ、コンソメパンチ食べたことない人っているんだ。めっちゃびっくりしたんだけど、みんなノアピが喋ってるの、私今日初めて食べたんですけど、なんとかかんとかかんとかって言ってたんですよ、ノアピちゃん。いや別にあの、もう中身全然聞いてなくて、私今日初めて食べたんですけど、から離れられなかったよね。え？みたいな。私今日初めて食べたんですけどってどういうこと？衝撃的な美味しさでしたって。いや知ってるんだよそれは、みんな。あなた以外の国民全員知ってるんだけど。びっくりしました。面白いよね。ダブルコンソメ食べたらそっとんするかも。おもろい。広島発祥、あ、そうそう、あのポテトカルビーのお店ね、広島駅にもあるよね。カフェさんでも開拓できてない市場があるなんて、もろく漬け。まさかのもろく漬け。コンソメパンチ美味しかったな。やばい、根っこだから充電器が。どっちが本物？どっちも本物。今日売ってなかった？フクフェスで売ってたね。結構気に入ってるんですよ。私も充電器につけました。おもろい。おもろい。この部分の厚みのせいで、なんかうまく入らなかったりするから、コンセントいっぱいあるとか。どこに貼るか悩み中。携帯のリンゴマークのところがいいと思います。パソコンか携帯の、アップルユーザーだったら。
ない。リンゴもない。携帯の中心、携帯のこの部分に貼っといてください。ぜひ服が届くと思います。結構粘着力が強いんで気をつけて。10月号も申し込んだ、ありがとう。ツイートしとこう。確かにこのタイミングで花垂れ公演10月号も受付中です。まだスペサポだけだもんね。とりあえず10月号、10月後の東京公演も出演します。楽しみ。花だれ今ツイートしたリンクです。今日の会場都会だったね。ね、めっちゃ都会だったね。なんかザギン、ザギンでしたね。ザギンでシースーでしたね。シースーではないけど、ザギンでシースーでしたよね。ザギンでシースじゃない。ザギンで、ザギンで、ザギンで速攻元気。ザギンで、ザギンでポテチ。ザギンでタコベル、ベルタコ。ザギンでベルタコ、おもろい。こんばんは。なんか椅子がふかふかでしたよね。なんかああいう椅子の時さ、お客さんさ、サボってる人いるからね。あの映画館みたいな椅子の時さ、みんなこうやってさ、映画みたいにさ、王様みたいに見てんのよ。だからさ、こうやって口開けて見てる人結構いる。あのコールをする感じにならない。なんかもう映画見てるみたいに見ちゃうから、うわ、こうならないの。わかる？めっちゃこれバレてるからね。なんかもう落ち着いちゃってみんな。それがもういいんだけど、全然いいんだけど、面白くて、あ、なんか寝そうだなみたいな。みんな寝ちゃいそうって思って、そうそう、それが面白かったです。めっちゃいい椅子だね、あれ。いい箱でした。斜めになってるからね、見やすいし、こっちからも見やすかったし。かなり座り心地がいい感じの椅子でしたね。あ、元映画館なんだ。前日スタンディングからの椅子がやられた。確かに蹴る。
前の席の子供チャイルドシート使ってた。かわいい、かわいい、優しくしたい、優しくしてるけど。今日のホール見やすかったでしょ。アベマで見ました。ありがとうございます。こんばんは。なんか発表あるかと思った。キャプテンいないとこでやんないんじゃない、さすがに。わかんないけど。使った。え、思った。みんな今日ね、ケロッピたちおがすごかったよ。めちゃめちゃケロッピたちおだった。思わず見とれてしまったわ。STU 知らない人も結構見てくれてた。ほんと、なんでアベマだったんだろうね、謎。まあ無料だったからいいんじゃね。シルバーダルマありがとう。タコタコタコ、キャプテン誰。キャプテンは 2.5 期生の岡田あずみちゃんです。あずみん、ひろふみ、I love you。 ありがとう。ふんふん、お疲れ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 10個、ありがとう。ふう、ゴロミの顔かわいい。今日のラテ、昼夜ほぼ満員だったし、いい公演だったね。こんばんは。ありがとうございます。なんか最近自分ツイート多すぎて遡るの大変。カンズ、I love you。 ありがちゃ。心斎橋のパネルってまだやってますか。やっとるやっとる。心斎橋のパネル展やってんで。
コンソメ。お疲れ様でした。お疲れ。やっぱさ、全部 SE の曲ってすごいいいよね。なんかめちゃめちゃ楽曲の良さが出てるなって、めっちゃなんか嬉しくなりました。すごいいいこう瀬戸りだなって思って。だって花田で暗闇、僕はこの海を眺めてる、僕らの春夏秋冬の流れ完璧すぎてやばい。神曲全部。いい公演だよ。撮ってないのか。よいしょ。ライド層にも受けがいいだよな。友は波の音。聞いてくれるんだ、友は波の音。花垂れの瀬取りは大箱と剣遜色ないから、今日みたいなホールでも映える。確かにちょっとしたコンサートだよね。新しい曲も取り込める。確かに。てかあれ見た？あの誰かといたい。誰かといたい見ましたか？可愛かったですか？そら服いけ、なんかイケちゃんがさ出番出る前になんかめっちゃ緊張しとってさ、いやイケちゃんあんな鬼レンチャンとかの方が絶対緊張するやろ。多分これは緊張するやつじゃないよ。大丈夫かな大丈夫かなって言ったけど、いや絶対あんたが一番大丈夫って言いながら出てましたけど、なんか緊張してましたね、イケちゃんが。なんででしょうね。謎。謎。そんな池ちゃんの鬼レンチャン多分明日放送なんで、ぜひご覧ください。
ろう、誰かといたい。なんか一時期1年ぐらい空いてた、1年近く空いてたんですけど、なんか誰かといたいよ香川の花だれ初日2年前のやって、自分の生誕でやって、そっから一回もやってなくて、でユミリンの卒業公演でやってないわ、誰かの卒業公演でやって、で南の卒業公演でやったっけな、なんか卒業公演で 何かと同期とやってみたいな感じだったから、なんか結構間が空くんですよ、誰かといたい。だから毎回うさびさやなってなる。今回はでもそんな間空いてなかった気がする、比較的、うん、多分。シルバーダルもありがとう。アンピーの卒コーでやってた、そうだったかな、何かとね節目でいろいろやらせてもらってます。東京でやったのは初だった。前は東京でやった時はね、あの日から僕は変わった、だ初披露だったんですよ。そう、さこちゃんとノアピでやってほしい。確かに、え、ノアピでも、え、ノアピって何の担当だっけな、日替わりユニットって1人2個担当持ってるんですよ。さこちゃんは青いレモンと、なんだろう、わかんねえ、1人2個担当持ってるんですよ。私はあの日から僕は変わったと誰かと痛いの担当なんですよ。1人2個持ってるから、そのどっちかにしか出ないんです、どうあがいても。だからその担当に入ってなかったら一緒になることはないっていう。こんばんは、昨日のフグレスめっちゃ良かったです。物販でも楽しい時間ありがとう。こちらこそありがとう。楽しかった。来月も来てね。そうなのか、そうなのだよ。でも私はめっちゃ青いレモンやりたいんです青いレモン、水道の水でジャブジャブと洗って、そっとかじったやりたい。セリフ聞きたい。甘酸っぱさも酸っぱさも人生なんだってやつ。福ちゃん、お団子のお月見はされないのですか。お月見しよう、いつかは知らんけど。15夜やけん明日。あ、なんか変なのちゃった。うさぎ、お月見の日に月綺麗なんかな、ちゃんと。お月見の日にちゃんと庭から、庭っていうか窓からこう、あ、月だってやったことはないよね。綺麗だったら嬉しいよね。
貴様キラキラ金銀砂を、あ違う、これなんか違うな、お月見の歌じゃない気がする。これ近いけど、これだって歌ったことあるもん今年。今のやつ違うよね、なんか違った。あ、七夕か、七夕だ、七夕だ。本当だ、七夕サラサラだ。え、待って、シルバーウィークか、3連休、3連休か。7月が好き？あ、そうなの？じゃあ来週も休みたいですけども、休みだよ、休みな、休みたいといけない、休みな、それぐらいの権利は持ってる本当は。クマさんトコ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 、ヨシモンベアありがとう、おいたんたくさんのシルダルありがとう。今日もね、緑のペンライトいっぱい見つけれて嬉しかった。昨日も今日もありがとうございました。とっても嬉しかったです。また会いましょう。緑ペンライトを2本ともして草原になってください。私の、私はそこを駆け抜けます。いや、駆け抜けたら草が踏まれちゃう。その中にチャンって咲きます赤い花で。
チワワ、I love you。 ありがとう。大草原、草草草草草じゃないんだよ。いいこと言ったのに草って言われたら急になんかエモくなくなっちゃうじゃん。草言うな。私っていう花が咲く緑の草原という表現でよろしくお願いいたします。福別ボリューム1の時に本当にそう思いましたからね。草原だって HK ベアありがとう。タカトコ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 、こんばんは。推しがみんな緑担当。へえ。そんなそういうのありますよね。アベマ鬼が必要かと。あ、そうなんや。へえ。カンズトコ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 。逃げて。タコ祭り。まあまあ、え、シルダラ今7位だって。すごい、いつの間に。アベマ TV、 だるまちゃん、あとはありがとう。ハート食べて、うん、潜り。カレンカン、カレンカン、注意ありがとう、ありがとう。ありがとう。ライブ今日も、明日もあるし、今週もいい週末ね、本当に。写真集届いてよ、めっちゃ勇気、買ってよかった。本当嬉しい。買ってよかったって言われるの、うん、めっちゃ喜ばしいですね。何よりでございます。ハート、心が温かくなる放送、喉を大事に、ありがとう。東京持ってきて、もっと来て。結構行くよ、来週。じゃ10月頭ぐらいから。アメバで応援しててありがとうございます。写真集のページをめくるたびにアンガガガアンガガガでしょ。アンガガガ。アズミンはサッカーを見に行っていた。あ、そうなんだ。楽しんでいいね。ありがとうございます。東京観光しないね。なんか昔はさ、一日空きがあったらディズニー行こうとか言ってたけど、もうそんな元気もないな。ディズニーめっちゃ値上がりしてるんでしょ。なんかチケット1万とか。ピューロランド行きたいわ。ケロッピに会いたい。ケロッピに。はじめまして、こんにちは、
こんばんは。ピューロピューロ。ピューロ行きたい。あとあれ行きたい。あのハリーポッターのなんか最近流行ってるやつ、ハリーポッターのルームツアーみたいなやつ。ルームツアー？ハリーポッターなんとかみたいな行きたいですね。ヨシモン I love you、 ありがとう。嬉しいね。スタジオツアー、あ、それそれ。豊島園跡地、あ、そうなんだ。なんか世界に2個しかないんでしょ、スタジオツアー、ハリーポッターの。その最新版がなんか日本にできたってことで今めっちゃ流行ってるらしい。ハリーポッター一冊も読んだことないけど、一本も見たことないけど、ミーハーなんで行ってみたいです。ハリーポッターわかんないんだよな。ハーマイオニーとなんとか先生とハリーポッターがいるぐらいの知識。あ、スネイプ先生、そうそうそう。あと杖が有効。ユニバでめっちゃ高い杖をユミリンが買ってた。ユミリンがハリーポッター好きで、なんかすごい高い杖買ってた、並んで。私とミナミは分かんないから、ハリーポッターは何の杖なんだろう思って、何それって言って大事そうに見てた。魔法が使えるらしい、あれ買ったら。杖はね、私はなんかこれの杖かわいいじゃんとか言ってもね、なんかあるんだって、派閥が、杖のなんとかチームの杖みたいなそう、なんかあるらしい、いろいろ。そういうの分かって行った方が多分ハリーポッターのスタジオツアー楽しいじゃないですか。だから一個ぐらい映画見ようかなと思ってるんですけど、なんせ興味がなさすぎて。おすすめのあらすじを見る気はもはやないんですけど、10分で分かるハリーポッターみたいな動画探そうかな。片付けと一緒でね、見るまでがね、やるまでがね大変。いや、面白いでしょ、面白いから流行ってんでしょ、こんなに。それは分かったんじゃけどね、なかなかね。いつか見ます、死ぬまでにハリポッターツアーに行くことが決まったら見よう、その日の夜とかに。シルダルありがとう。シルダル6位になった、すごい、ありがとう。私スターウォーズ見たことない。私も見たことない。あとジョジョの奇妙な冒険も見たことないのに、ジョジョ立ちだけ習得して、なんかジョジョだジョジョだみたいな話題になった時に、そのジョジョ立ちだけで乗り切ってる、うん。そういうのあるよね、意外と見たことないやつ。ナルトを読んだことも見たこともない。ジャンプ買ってたけど、ナルトっていうものに興味がなさすぎて。だけど主題歌はめっちゃ好きだから、西野カナとかフローとかナルトの話題は主題歌だけで乗り切ってる。
とかあります。てかね、このキメツの刃はね、ジャンプの連載読んでたんだよ、自分が高校3年生まで。だから最初の方はわかるよ。鬼滅が流行る前から鬼滅読んでたっていうマウント、へっへっ。ワンピースも読んだことないけど、あの遠くのものがあって届かない時に、あーゴムゴムの実欲しいって言えばいいんでしょ。それだけは習得してます。呪術廻戦も見たことないけど、なんか木の枝とか拾ってきて、ああれの指みたいだねって、あれのマジあれの指みたいじゃない、なんかね指みたいだよねって。あとめっちゃ変なものとかもらったら、うわ特級呪物、特級呪物だってこれ特級呪物だ草みたいな言ったらいいんでしょ。それで乗り切れるんだよね、知ってるよ、うん、それで乗り切ってきたから、特急呪物草みたいなノリで乗り切ってきたから浦安鉄筋化作はあのめっちゃ読んでます。全然込み入った話題もできます。え、そう雰囲気だけでやってますから。何の話だよミーハー流話題の作品の乗り切り、トーク乗り切り方。ちいかわの推しを聞かれたら、ちいかわマジで全然わからんけど、とりあえずうさぎか栗まんじゅう先輩って言ってるなんかそしたらいいらしい。なんかちいかわって言ったらちょっと知らないっぽいじゃん、知ってる人なのかもしれないけど、私マジで知らないから、うさぎのなんかちょっと頭飛んじゃってるとこが好きって言ったり、きえとか言うとこが好きって、なんかちょっとそんな感じで言ってます。はいちびまる子ちゃんの話題はめっちゃついていけるんで安心してください。使うことないけど。ランキング読みます。何の話マジで。マグありがとう。千葉は香川での福フェスからの花だれ公演がめっちゃ楽しかった、また行きますね。ありがとうありがとう、みんなで大移動だね、ありがとう。くまさん、ふかふかシートで今日も楽しく見れました、行ってよかったです、また明日。おアットジャムも楽しみ、いいよねあそこの椅子、ありがとう。青におし、お疲れんこ、花だれ公園ありがとう。モバイルくじで福ちゃんの画像ゲット、おおめでとう。お土産まだいただき感謝、コンソメパンチとほぼ同世代おもろいおめでとうありがとうございました。ひらふみ、花だれ公園最高に楽しめたよ、次の花だれ東京も期待してるよ、お来てくれんの、来月待ってます、ありがとう。カンズありがとう。ヨシモン、クフェス最高やった、高松最高、うどん最高、福ちゃん最高、嬉しい。香川めっちゃ褒めてくれてる、これからもよろしく。カープ HK ありがとう。ふんふん、福田海さんの韓国のファンです、お嬉しい、プロフィール書いてくれたなんだっけ、カンサムイダーありがとう。セブンありがとう。みけちゃん、フレフレフクちゃん、写真集の特典がどんどん集まってます、え嬉しい、最高、並べてほしいわ私でも持ってないもん特典、
ありがとう。埼玉のおいたん、ありがとう。1位はにゃんすきさんば L99、 ショールームのことよくわかりませんが可愛いので OK です。 OK です。ショールームのことよくわかんない。ね、今の期間はあのこの 銀色系のギフトの期間です。わかんなかったらコメント欄で聞いたら、あの有識者の人が教えてくれるからね。今銀色のギフトの期間です。ありがとうございます。わかんないよね、はい、というわけで私が福田はって言ったらストーチって言ってください。ありますと福田はストーチ。3度の飯はどんな決まり。香川県出身のくちゃんこと福田がいにした。皆さん今日も2公演ありがとうございました。めっちゃきつかったけどそれ以上にめっちゃ楽しかったです。あとめっちゃきついけど緑ペンライトの皆さんのおかげ、そして見てくれてるみんなのパワーが届いて頑張れました。ありがとうございました。明日はアットジャム、ライブの後トークショーまで頑張ります。よろしくお願いします。お疲れんこ、おやすみみんゼミです。はじめだよ、頑張った、ありがとう、頑張った、マジ頑張った。ちょっと足がパンパンだけどなんとかなるでしょう。おやすみチャレンコン、おやすみみんじみです。また明日ね、ありがとう、バイバイ。ありがとう、おやすみ、お疲れ。